近はしごしたんですけど、今日リハーサルがあって行ったんですよ、リハーサルに。その帰りに探したんですけどなくて、ちょっと代用トナカイもなくて、赤い服でもないんですけど、代用トナカイないから牛か25日の25、無理あるよな牛トナカイないんだよね。柄違いじゃん正直。だからさ、まあいいかな。リン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 乗ってちゃダメじゃんね今確実乗ってたよね、引く側じゃんね牛だからいっか、運んでもらおう、大衆に運んでもらう。牛舎、あとツリーがあるんですよ。これをもらったやつですね。出てこない、出てこいや。あ、全然元気です全然元気でした、無事。買ってるよ。いやあ、来た来た。おーいい、あ、いた。顔険しいってやつ。今日朝起きたらさ、時計が止まってて、朝から不吉だって思った。ツリーだ、みんなツリーと写真撮ってるの、なんで？そんな生きててさ、ツリーと写真撮る瞬間なんてある？ないよね。アイドルだから？
私ないんだけど、釣り人の写真ないんだけどって思ったので、じゃーん、釣り人の写真背景があんまり可愛くないね。この辺体温計体温計を隠して ここメリークリスマスに変えよう。メリーします。はい。え？この辺にあった方がいい？牛でした。ショールームの間つけとこう。トナカイがなかったんです。もうなくった。もう昨日まで家にいたからさ、ないですよね、そりゃそりゃ死ね切れするよな、世の男女が買い占めた。これはケンジさんにいただきました。チーム E のリーダーのお祝いお祝いでもらった。あの放送の時に違う、なんだっけな、特番の時にウェルカムトゥーラボの時にもらったんですけど、ずっとしまってあったけど、やっぱりクリスマスなんだね、出さなきゃじゃないですか。結束バンドももらったけど、これもいただきました。ケンジさんというか里加穂ラボからのプレゼントかな。ケンジさんからは結束バンドで、里加穂ラボ一同かないただきました。ツリーですよ、豊橋駅で買える、売ってた豊橋駅。このさ、星の光り方がさ虚しいんだよね。なんか扇風機のさ強弱みたいな、うーみたいな静かにこう光が強弱してる感じがむなしいですね。私何年ぶりぐらいにプレゼントをもらいました。メイクポーチもらいました。
ケーキも食べたし、チキンも食べた、一人で昨日までさ、部屋にいたからさ、接触せず一人で食べてました。あー、確かに暗いとこに置いといたらハッピーかもしれない。ないですよね。うん、何って感じ、近すぎて置き場所が困る。ここだとさ、なんかさ、めっちゃちっちゃい、めっちゃちっちゃいやん。この辺に欲しいよね、やっぱり。膝の上に置いときますね。バランス取れない。でもチョコのロールケーキ食べました。メリークリスマスって書いてある。もう写真とか撮らずに食べましたねうん、もう食欲しかなかったのでメリークリスマス。わかんない、コンビニのやつなのかな、わからないです。牛、違うよ、これトナカイだよ。アイドルとは孤独の戦いかも。そうかもしれない。みんなでワイワイするのもありですけど、ちょっとバランスがすごく悪いね。限界があるんです。ちょっとやめて、置いといていい。リン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 。だから特にね、何もねなく、クリスマスプレゼント買いましたか皆様。こっちにする？牛の方が可愛い気がするけど。見えないしね。25日だから。姫感ある。じゃあこっちにしよう。姫になりたい。姫って呼んでそう、本当は25歳っていう誕生日の時につけようと思って買ってたんだけど、完全に忘れてずっと放置してあった、ずっと放置してあったんです。
ずっと放置してて置いてあったから、あ、今日25度だしいけるかもって思ってこれにしてみた。ちょっと浮くんだよね。毎月使える25日になったらでも遠くから見た時に牛の方が映えるので牛にします。もうこっちの方がいい。いや完全に牛だね。もうこの期間にブルーロックとチェンソーマン、チェンソーマンはまだ10話ぐらいだけど、ブルーロックもあのアニメ出てるんだけど見ました。フール見れるんじゃないですか。あつ森もやりました。ブリーチ？ブリーチ？ブリーチはね、見てたんだけど途中でよくわかんなくなっちゃったからさ。有馬記念、馬さん、お馬さんだ。そこまであれだったけどね長いなと思って過ごしてたけど、サンタさん昨日来ました。昨日の夜9時ぐらいに来ました。今日久しぶりにね、外、もうね、全身筋肉痛だと思いました。しかもね、なんかね、久しぶりに外出たんですけど、私結構前から悩んでることがあって、私だけじゃないと思うんですけど、自動ドアが反応しないんですよ私に。今日挟まれそうだったもん。こうさ、普通ってさ、こう閉じかけてたらさ、で閉じかけてる時に人が来たらもう一回開くじゃないですか。そのまま閉じていくんですよ。だからってやって開けてもらって、自動ドアですよ
反応しないんですよね。なんでだろう。あとこう閉じてた状態で目の前に行ったら開くじゃないですか。ドアの前で2秒ぐらい待たないと開かないの。その自動ドアが遅いのかもしれないんだけど、しょっちゅうあって、だから自動ドアにこうスーンって行けることがほぼなくて、立ち止まらないといけないんですね絶対に。だからなんでだろうって今日思ってました。うん、本当に開けてほしい。それが仕事じゃん、だって自動ドアの。だったら手動でいいわけであってさ全うしてほしいよね。よく挟まる、よく挟まるの。エスカレーターとかよく挟まる。自動ドアじゃなかった、エスカレーターだってよく挟まるの。よく挟まるんだよね本当に友達が挟まってるところは見たことあるけど、自分もよく挟まる。エレベーターだ、エレベーターエスカレーターで挟まってたら怖い。エレベーターでした。エレベーターです。この自宅待機期間に太っちゃって、もう移動は今日全部階段にしたんですよ。そしたら痛い痛いです、体中が。19帰ってきてから一切出てなかったので、家から5日間、丸5日間家にいて、室内にいてほぼ出てなかったから、動いてなくて、今日のだってレッスン中に自分の足で引っかかってこけそうになったもん、踊ってる時に。ストレッチしたんですよこう久しぶりだからってストレッチさ、こうやってさしてたらさ、してから挑んだんですけど、自分の足に自分で引っかかってやばいなって思ったもんねアミちゃんが笑ってたびっくりしちゃった私も。もつれました足に。あ、そう、皆さん自分にクリスマスプレゼント買いましたかさっき話の途中だったね。買った？私はずっと欲しかった美顔器を買った何もしてないのにね、クリスマス何もしてないくせに自分で自分にプレゼント買うっていうあ、タワーだ、ね、話忘れてた、話すこと。ありがとうございます。クマさん、クマさんがソリに乗ってる、ソリ引いてる牛さんです私いいさん、メリークリスマス、メリークリスマス、フォ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 。
毎年クリスマスこれつけようかな。かわいいよね。メリークリスマス to you。疲れちゃったよ、今日動いて。明日はお部屋の片付けをします。明日はお休みなんですよ。年末にかけてレッスンとかお仕事とか公演とかがあるので、動けるかな。動けると思う。どう思う？動けるよって言って。体調は全然大丈夫です。無事でした、うん、声納めしちゃった。 DMM 見てね、配信見てね。動けるみんな言ってくれてる、優しい。頑張って動くね。動けないって思ってもみんなが動けるって。すごい修造さんみたいな人がいっぱいいる。やればできる、君ならできる。うん、動けると思って頑張る。じゃあカホが公演の日にみんなハッシュタグ佐藤カホで動けるよってツイートしてください。30日動ける気がする。室内で動いとくね、いっぱい。公演の後にいつもハッシュタグ佐藤かほで見てるから、ツイートしてくれたらその言葉が届くので、私のところまで。毎公演見てるよ、公演終わりに。あ、じゃあ配信見ながらどの瞬間が一番動いてたかツイートしてください。お縄かな、お縄が濃厚だな。顔が一番動いてた瞬間。最近公園リアタイでお仕事なの？家畜だ。私は家畜。家でダラダラプケーっとしてるだけだもん。牛さんです、本当に。おいしい、おいしいお肉を作るよ。パーパパーパパラッパー。タラッタ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 ラッタン、パパパパン、パパパパン、パパン。
豊橋市でカレーうどん食べてきた。すれ違ってるかもね知らんけどそう、みかん全 TV 最新のやつかな、映ってます。プライベートで行った暇なのってめっちゃ言われて、今月は暇ですよね。今月割とっていうか結構時間があったので、プライベートがねないんですよね。やだね、なんかプライベートのない女性って魅力的ですかまあお仕事にこう特化してる。お仕事もそんな暇でっていう感じだったんですけど、忙しい日が来るっていうのは分かってるから、まあ、予定は入れないんですけど、そう、でもお仕事の日もこう、あ、お仕事、まあ、お仕事終わりだったんですけど、あの日もお仕事終わりにこう家に直帰するか劇場に行くか迷って、みかんの剥き方見に行こうかどうしようかって思ってて、まあ、とりあえず聞いてみてダメですって言われたら帰ろうって思って、お仕事終わりに聞いてみたらいいですよって言われたから、行くか行きました。え、迷いました、だって直帰したいタイプだもんそう、私は基本的に仕事が終わったら帰りたいタイプなので、ごめん、カホサンタじゃない、トナカイギューって書いてトナカイと読む。そう、直帰するとか言いつつ帰り道にいろいろ寄り道するタイプなんですけど、一人でお仕事したい、今お仕事してるよ。配信ってだってさ、そんな全部チェックする方じゃないじゃないですか。私だってそう全部チェックしてるわけじゃないから、こう配信を見てるのって割とお仕事だと思う。だってこの配信見てなかったらガオが今日ツリー持ってトナカイになってること知らないでしょお仕事です、これは。立派な、そうでございます。公園ね、でも公園ね見たかったよね。2回20日と23日とお休みしてしまったので、多かったからさ、私のファンの方多分たくさん当ててくださってたと思うんですけど、そう、その年納めっていうんですかにね、会いに公園締めしに来てくださる予定の方がいらっしゃったと思うんですけど、ね、ごめんね、お
し公演納め、お仕事納め。ストレッチ、ストレッチ頑張ってるんだよ。このあんまりね動ける場所が多くないんですよ。だから絶対体力落ちてると思う。来年はね、来年もねたくさん公園でも他の場所でも会えるといいですね。公演は意外と踊る方なので、踊らなさそうに見えて動くからね。割と動いてるでしょ。動いてる方だよね。5日がさとかほラボ月火水木、5日がさとかほラボ、7日土曜日かが公演です。ね、踊らさせそうなのよ。本当に配信とか普段のこうなんですかね、言動とか SNS とかを見てるだけだと動かなさそうなのに実際動くんですよ結構。そう、滑舌もやばい。喋らないからさ、この数日間人と会わないとやっぱ喋らないじゃないですか。人と滑舌悪くなる。もうさ、ラジオもさ月1でさ生放送やってるじゃないですか。そういう月1の間にやっぱ喋らないことが増えるから滑舌がめっちゃ悪くなるし、頭の回転が最近本当に遅いんですよね。牛本当に牛、トナカイだった。これはトナカイ。本当に全てが遅くて、早口言葉、早口言葉は苦手だ。こう遅いんですよね、何か全てが苦手っていう。間もさ今めっちゃ長かったし、喋ってる単語と単語の間をなくしたいんですよ。早いじゃないですか人って。遅いんですよ私は。こう話してる単語と単語の空間生まれちゃうので、それをなくしたいんですよね。早いんじゃないですか皆さんメンバー。まあ私と同じ感じでゆっくりな人もいるんですけど、話すスピードがねめちゃめちゃ速いから、私の周りの人ってなんでそんなにこう喋り続けるのが早いんだろうって思いますね。結構ね瞬間瞬間で発する単語を考えながら喋ってるんですけど、
それを捨てると多分割と失礼なことを言うんですよそう、自分が発する言葉を選ばなくなると結構失礼なこと言うと思うから、それはそれで後悔する気がするんですよね。ハムじゃない。これでしょ。生ハム。生ハム嫌いです。失礼。なんだろう。直球で言い過ぎちゃう。かな。割と包んで包んで発することが多いんですけど、早く答えると包まなくなるんですよ、言葉を。だからそうするとトゲトゲしい人になりそう。最近包んでない。最近結構人に対して直球っていうこと増えた気がする。知らんけど適当な方がいい。だってあれだもん、チェンソーマンでも言ってたもん、まともな人はダメだみたいなまとめじゃない方がいいんですよ、ぶっ飛んでる方がやっぱ良かったりするので。まともになりすぎちゃダメですよね。やっぱだからサンタ帽とかかぶってるのは良くない。チェンソーマンだから。なんか昨日見始めたから全然進んでないんだけど10話ぐらいだった気がする今。1話目2話目見た時にカホこれハマんないかもって思ったのね、チェンソーマン見てて。まあでもとりあえず見続けるかと思ったら猫ちゃん出てきて、あ猫ちゃん可愛いと思いながら猫ちゃん見ながら夜ご飯食べてたんですよ。猫ちゃん可愛いなって、にゃんこにゃんにゃんなんだっけ、にゃんこ可愛いって思いながら見てて、可愛いなと思いながら夜ご飯食べてたらコウモリのところだったんですけど、そこがだいぶ序盤、まあコウモリはいいじゃないですか。コウモリの次に出てきたのが巨大ミミズみたいなやつで、私虫無理なんですね。ご飯食べてる時にうわミミズだみたいな、タコかミミズかわかんないような、そのなんだろう、軟体系の化け物出てきてうえーと思って止めてやめたご飯食べてから、食べ終わってから見始めました。昼かチェンソーマン見ながらご飯食べてる、うんそうなんか血しぶきとか内臓とかまでいけるんですけど、虫だけは無理なの。虫とあとなんだろう、
リアルすぎる人の人間の顔とかが出てくるとあ、でもホラー映画実写だしなダメなんですよ。あとあのトイストーリーのキュッキュッとした感じの肌感、肌質がダメですね。見れない。苦手です。あのキュッキュッてした感じの肌質とか苦手ですね。あ、そう、蝋人形系粘土っぽい感じのが、粘土加工この間非公式でやってるんですけど、粘土加工めちゃめちゃ苦手なんですよ。粘土感ある感じのは苦手ですね。だからチェンソーマンで全然血しぶきが上がってるシーンとかは何も思わないんだけど、あのミミズみたいな昼の化け物が出てきた時に、うえ気持ち悪って思った。チャッキーはね、見れました。アナベルも好き。あの辺はいいんですけどね、なんかダメなんですよね。ハニチャードームみたいなやつは好きですトイストーリーなんだよなが苦手、見れない。今チェンソーマン見てます。そう、食べ物だけじゃないんですよね、偏食なの。ハニチャードームってなんかさ、違うっけ？ CM 今は違うけど、 CM がさ、人形が喋ってるやつじゃなかったっけ。血を吸う粘土はあんまりね好きじゃなかったけど見ましたなんだこれって思いながら見ましたね。